阪神、4連勝。破竹の4連勝、貯金7で首位、巨人に 2.5 差、佐藤輝が満塁弾含む5打点、森下は先制打&4安打、ビーズリー7勝目、9エンジン4人無失点。勝ったぜー。カープと 1.5 差ぜー。これまくれるな。4連勝きたー。これで首位と 2.5 差や。追いつきのアレンパールで。試合数的に厳しいと、ハエ3キルと大きい。カープの試合数多いのがどうなるかだな。 1.5 かよ、よくここまで来たよな。約2、3立てできればまだまだわからんくなるな。最低限背の2弱には勝たないとね。ビーズリー貯金6個も作ってるんやな。2位は見えてきた、8月の負け越しが痛い。高津っていつも椅子に座って呆然としてるよな。今シーズンの高津がこの顔じゃないの見たことないわ。阪神調子いいし3立てできそうやろ。これワンチャンあるか。